まだか。まだなのか。結構辛いんですけど、こっち。どこ?あー、ミイラがいる。ミイラがいるぞ。離れるか。あ、離れると魔法が使えん。しょうがない。ここでメテオブームしよう。メテオブーム。まだか。頼む。早く出口に行かしてほしい。多分、ファイアーボールで死ぬんじゃないかな。おお、死なないのか。え、そんな強いの、こいつ。そんなタフなんだ。マジか。いや、やっと死んだ。あー、なんか、あいつが死んだだけでめっちゃホッとするわ。どうしよう。腐った果実は使ってもいいだろう。どこ?すぐそばの怪しい。あ、これ?あ、もういいや。とりあえず上がろう。なんか出口っぽいぞ。出口、ボス?あれ?頂上?頂上?降りりゃいいのか?どういうことだ?よくわからんけど、まあいい。ボス近いんじゃないのか?これはボスが近いんじゃないのか?ここは落ち着いて敵を殺していこうか。やべえ、めっちゃ安心するわ。コウモリってだけで安心するわ。まあ、ありがたい水はこの際、おお、ミイラいる。ミイラを避ける。こっちであってほしいな。違うな。違うよね。待って。何気に、こっそりミイラが隠れたりしないよね。ああ、めっちゃホッとする。ああ、やべえ、このトサカロボットめっちゃ興奮してしまうわ。逆に興奮するわ、ミイラじゃなかったことに。ヒールウォーター。ああ、間違えたし。なんか間違えたよ。まあいいや、もう、この際。もうサービスだよ。ミイラじゃなかったサービスだよ、今のは。なんかあの、追っかけてきたのミイラかな?てか、下がっていいのか、これ。こっちか。ああ、こっちだ!やべえ、ミイラがいる。ミイラがいる。やばい。やべえ、めっちゃミイラいる。めっちゃミイラいる。ちょっと待って、突破できるかな、これ。ああ、無理だった!これ、やべえな。これはまずいぜ。あー、やばいぞ。なんでこんな時にクリティカル?やばい、しかも動けないぞ、これ。大ピンチだな。これ大ピンチじゃないか?まずいなぁ。やべえ。やべえ。フレイム
これはまずい。頼む。痛い。これで死ぬだろう。頼む。死んでくれ。しゃあ。よっしゃあ。勝った。はい。多分、ボスだと思うんだ。はい。ちょっと今、息が苦しいぐらいになってますが、行くぜ。来た。うしゃ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 。もう出られんぞい。出られんぞったら出られんぞい。おじいさん？これまで多くの人間がノコノコやってきたがのう。ファラオの水は渡せんぞい。砂漠はええのう。乾きが人間たちを痛めつけ、水の奪い合いが憎しみを生むのじゃ。憎しみの夢を見る人間たち。シャッシャッシャッシャ。とってもええのう。ギラギラしててとてもええのう。キモーい。超キモい。わしの名はミーソス。憎悪のミーソス。ほれガキンコ、お前はどうじゃ。わしに騙された憎しみで、とっととかかってこんかい。今までの人間は弱すぎて、話にならんかった。少しは期待してるぞい。来たよ、中ボス。憎悪のミーソス。そうなんですよね、これ。そう！いきなりですか？いきなりはないよね。辛いな。いてえ、やべえ。うわ。これは勝てんな。ほら、リベンジ。今度こそ、この目玉を、倒してやるぞ。おーおお、だいぶ減ったぜ。最初50とか食らってたもん。どうしようかな。気合ためか。そこに来てそれか。危ねえ。もうこれ厄介なんだよ。あ、食らった。痛え。どっちだ。どっちを優先すべきだ。危ない。この妖怪駅やめてくれ、本当に。普通に殴ったよ、もう大した。妖怪駅はやめて。ミスった。危険だな。まず回復しとこう。
フレイムバーストどうやって食らうかな。フレイムバースト。お、いいね、フレイムバースト。あー、また来たこれ。やめて。やめて。おーい。フレイムバースト。いやー、確かこれ、ポポローグって、2回ぐらいやってるんですけど、やっぱ何回もやってると、こう、新しい発見がありますよね。ソシムさん、名前をローマ字にして、で、逆に、並べ替えると、ミーソスになるとかあって、最近っていうかもう、ついさっき気づいたような、ことなんですけど。もう、妖怪液をなんとかしてほしいんだよなぁ。危ねえよー。届かないよねー。気合を貯めるか。いて。よーし。あ、これ本当厄介。あぶねー。届かんねー。体当たり痛いな。あー、やべ。あぶねえ。あ、ミスった。くっそー。今回はもう負けれんぜよ。来た。フレイムバースト。フレイムバースト。あー、この妖怪劇をやめてくれ。ああ、食らった。ああ、よかった。なんかこれあれなんですよ。これ、2回に1回しか行動できないっていうステータス異常らしくって、前回は、これで動けなくなったところを、体当たり連打で、しばかれましたね。フレイムバースト。いて。何？何？レーザー光線？何それ？うわ、強そう。あ、痛い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 。あ、痛くなかった。見かけ倒し。目からビームでしたね。見かけ倒し。あ、フレームバーストしとこう。痛い。いいぜ。これは勝てるぜ。これは勝てるぜ。フレイムバースト。痛い。回復。回復。違う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 。回復。オッケー。来たー。目からビーム。目からビーム。強そうだけど、実は強くない。はい。21。おい。まだいけるでしょ。フレイムバースト。なんか増えた。なんか増えたよ。フレイムバースト。でもまとめて葬る。効かぬ。あ、闇属性なんか。うわー。ってことは結構ほっとくと厄介だなー。
枝。カモン枝。へへい、効かねえぜ。そろそろ、そろそろ、灰になっていただこうか。もうそろそろ死ぬんじゃねえのかなぁ。あー、ここで自爆連発は痛いぞ。あー、目からビーム。目からビーム。目からビーム。回復しよう。目からビームばっかだな。なんだろう、この人、あれですよね。ぶつかってきた方が強いっていうことに気づいていらっしゃらないみたいで。フレームバーストしとこうか。あれ、これ、効いてるよね。あ、来た。ちょっと。あ、目からビーム来たよ。派手。エフェクトかっこいいっすよね。エフェクトすげえかっこいいけど、威力が追いついてないっていう。フレームバースト届くね。やっとくか。ああ、ここに来てか。ちょっと油断してたぞ。回復しよう。あ、枝がなくなった。枝がなくなっちった。あー、しぶといな、意外と。妖怪液を一切しなくなりましたね。なんだろう、その方がむしろありがたいっすよね。フレームバースト。おー、ここに来て最後の悪あがきか。あー、どうしよう。果実使っとくか。さすがに葉っぱは、葉っぱではちょっと。あー、そうか。風の刃の気合貯めて殴るか。その方がいい。あ、来たー、自爆。まさかよ。またかよー。効かないっすよー。悲しいかな、炎の1ダメージがある分、この、米玉の自爆の方が強いですね。よっしゃ、勝ったー。しゃー、リベンジ倒し、リベンジ達成しました。来たねー。ういー、セイントアーク。なんだっけ、何の魔法だっけ、これ。よっしゃー。なぜじゃ、なぜお前には造語の心がわかん。いやじゃ、こんなガキンコに。緑が命と喜びでいっぱいの緑が復活する。わしの砂漠が、わしの憎しみの夢が、泣く。気持ち悪い。ピエトロは憎しみの夢を手に入れた。キーアイテムですね。いやー、改めて、レベルって大切ですね。お待ち、あたしたよ。市長さん。伝えたいことがあって、幻影を送ってたんだけど、なかなか届かなくってね。おや、どうしたんだい？ピエトロ説明中、ピエトロ説明中。
そいつを倒したからこの辺りの力が弱くなっていきなり魔法が届いたんだね。いいかい、よくお聞き。どうやらここは夢の世界らしいんだよ。夢の？そう、人の夢を、食べる魔物、無限魔王の世界さ。今倒したのが手下の一人。どうやらこの世界にはこいつのように悪夢を増殖させる魔物があと3人いるらしいよ。魔法の井戸におぼろげに映ってるのをナウルシアが見たんだよ。お父さんは？そこまではわからなかったよ。でもあんたと同じように戦っているのかもしれないね。お父さんも。無限魔王は遥か昔に封じ込まれたはずの魔物なんだけど、なぜ今復活しているのか、どういうやつなのか調べているから、もう少ししたらわかると思うよ。はい。とにかく僕、お父さんを探します。そうだね、それがいいよ。じゃあ、無理せず気をつけるんだよ。いやー、ちょっと、市長さんと、ミーソスの声色が、被ってしまってるところがあって、こっちだよね。こっちですよね。ワープポイントあるやん。これが発光する不思議な水が蓄えられている。瓶に水を入れますか？入れる。ファラオの水ゲッツ！イエーイ！おお、びっくりしたミルトにいた人。ああ、ひどい目に遭っちゃった。なんか知らないけど、助かったみたい。ミルト？違うよ。僕、クルトだよ。あ、この人、クルトね。どうして、ミルトのことを知っているの？君が来ると、君を探しているミルトに会ったことがあるよ。え、本当に？僕、ミルトがいなくて寂しかったよ。でも、どうして落ちてきたの？コロモップの偏屈おじじにいたずらしたら、ここの天井に貼り付けられたんだ。ミソスにいたずらしたんだ。誰だか知らないけど、僕の魔力でも身動きが取れなかったんだ。ただのおじじじゃなかったみたい。そうですね。そもそも、おじじでもなかったですね。目玉でしたね。恐ろしい魔物だよ。天井に貼り付けられるだけで済んでよかったと思うけど。冗談じゃないやい。あのまま干からびちゃうかもしれなかったのに。ファラオの水が蒸発して、こう、潤ってくれるとかないかな。あ、ミルトだ。え、ミルトどこにいるの？ミルトの思いが伝わってくる。泣いてる。ミルト、僕はここだよ。あ、気がついた。わかんねえよ。ミルトがこっちに向かってくる。ここだよ。来ると、ミルト。心配したんだからね、心配したんだから。ごめん、ごめんよ。もう離れちゃ嫌だ。うん、うん。一応断っときますが、確かこの二人は双子なので、あしからず。どうやってピラミッドに入れたんだい？そこのピストロが入り口開けたの。開けたのは違う人ですね。え、扉開けたのは僕というよりミーソスだけど。よくわからないけど、ありがとう、ピエトロ。さ、見るともう泣くなよ。表に出よう。うん。ピエトロ、肩に毒蜘蛛が乗っかってるよ。うふふ。本当だったらシャレにならないですよね、毒蜘蛛。で、どうもこれでワープできるみたいなんで、しちゃいまーす。はい。では、本題に参りましょう。ファラオの水持ってきました。
ダンペイさん、ファラオの水持ってきましたよ。ダンペイさん、王子さん。いかん、どんな声色だったか忘れた。よく無事に戻ってきなさった。で、王様には会えたのかい？お父さんには会えなかったけど、水は汲みました。はい。これでいいですか？お、これがファラオの水。神秘的な綺麗な水だ。いや、王子さん大したお人だ。こっちに、すげえことが起こりやすぜ。緑色ですよね、この水。なんだろう。ご乱心とかしか思えないですね、今の。何が起こったのかっていう感じですけどね。せっかくの水を捨てやがったとか思っちゃったけど、違いますよ。しばらく待ってておくんなせ。聞こえる。水が来る音だ。おお。うわあ。すごいなあ。いや、こんなに緑豊かになると逆にこの家々が浮きますよね。この骨。足は長いことここにおりますが、失われた緑が蘇るとは思ってもみなかった。本当に感謝します、王子さん。お礼と言っちゃなんだが、これを受け取っておくんなせ。ピエトロはイシスの腕を手に入れた。なんだそれは。根性のお札よりいいのかな。ありがとうございます。とんでもねえ。お顔をお上げなすって、礼をするのはこっちなんだから。王様がこの村に来たら、とっ捕まえておくからよ。めげねえで頑張ってください。そうだ、邪魔でなければこれも。ファラオの水入れてた瓶だが、本来の使い方がありやして。うん、瓶を手に入れましたね。実は、こいつは魔法の瓶でして。モンスターを捕まえることができる便利な代物なんでさ。へっ。モンスターとやべえ感じになったら、この瓶を使ってみてください。ヒューってな感じで吸い込めますぜ。そんな簡単に吸い込めたかな。あんまり使ったことないですよね、この瓶は。女たちには内緒ですが、うちの格闘士のモンスターはみんなこれで捕まえてきてるんでさ。ただし、瓶にモンスターは3匹しか入りません。強い奴はなかなか吸い込まねえ。そのあたり注意が必要ですぜ。頼りすぎは禁物だが、お役に立つと思いますぜ。お役に立てておくんなせ。ダンペイさん、ありがとうございます。じゃあ、この辺で、この辺にしときましょうか。はい。緑豊かな。コロモックに戻ってくれてよかったです。はい。それでは、ご視聴ありがとうございました。また、次回も見ていただけたら嬉しいです。それでは、さよなら。